お疲れ様です。今日なんですけどね、仕事の近況について最近報告してなかったんで、仕事、今会社どうなってんのって話をね、していこうと思うんですけど、仕事の方は行ってません。出勤日数で言うと7日間行ってません。7日分連続で今出勤してないっていうことです。具体的になんですけど、先週の月曜日に、ああ、今日行きたくないなと思って休みました。まあ、そっから、見るとね、乱れまして、気づいたら、もう翌週になっていたという感じで、今日が月曜日なんですけど、先週自体はね、出勤してほしいって日が6日間あったんで、それプラス1日で7日間今休んでます。その間もね、7日のうち3日ぐらいは無断欠勤してしまって、会社の方にはだいぶ迷惑をかけました。会社はね、以前もそういうことがあったんで、僕の性質分かってますんで、復帰できるまで長い目で待つということで、しばらく休業、何ヶ月かかるか分からないですけど、休業する形になりました。それでなんですけど、会社の方としては、何かね、鬱だったり、先天的なものだったり、要因があるんじゃないかということで、一回病院でしっかり見てもらって、教えてほしいっていうことを言われて、ここでしっかりとね、時間を作って病院で、一件二件じゃなくて何件か回って、自分の今の現状を改善できるような努力をしてほしいということを言われました。なんでそうなかったかって言ったら、今の会社自体出戻りなんですけど、出戻る前もそういう感じで、突発的に2週間休んで、1週間出勤して、また2週間休んでっていうのを繰り返して、最後、もう迷惑かけらんないなと思って辞めたんですけど、その時点で、まあなんか、ただの怠け者じゃない気がするって言ってて、そういう生活はいつから繰り返してるのって言われて、15歳ぐらいからこんな感じですって言ったんですけど、それならもう先天的なものかもしれないし、一回ね、病院行ってしっかり見てもらった方がいい。で、僕ね、その以前、経験を繰り返してた時も、実は心療内科行ったんですけど、そこは、あんま良くなくてすぐ行かなかったんですけど、そこが良くなかっただけかもしれないから、いろいろ回ってしっかりとね、今一度自分と向き合った方がいいって言われて。じゃないとこっちとしてもね、いつ来るかもわかんないから当てにもできないし、まずは治療に専念してほしいってことを言われました。で、その話になったんですけど、実は僕自分で自ら先週ですね、休んでる間に心療内科の方に行ってまして、それの結果が今週中には出るんですけど、そういうのも会社の方に報告していこうと思います。で、心療内科の方で具体的にどんな検査があったかって言って、30分ぐらいね、カウンセリング、今までの経歴をざっとカウンセリングしたんですけど、まあ、経歴がすごすぎて、さすがにね、否定はできないんでしょうね。若い方に、若いカウンセラーの方に、すごいって、拍手されまして、全然すごいことじゃないんですけど、仕事を辞めまくってるっていう、そういう状態でね、もう恥ずかしいなって思ったんですけど、30分カウンセリングをしまして、精神的な問題か、と体のね、不調があるかもしれないってことで、血液検査と心電図を取りました。その後に、発達障害の疑いもあるということで、発達障害ね、2つ ADHD と ASD の検査をしました。その結果が今週出るんですけど、そしたらね、また病院の方、今週ね、それで行ってくるんですけど、ADHD はね、以前、違う病院で ADHD だと思うって言われたんですけど、そっからね、医者が変わってから、その病院も、もうなんか、合わなくて行かなくなってね、そういうのを放置しっぱなしだったんですけど、それでしっかりと向き合って、
何ともないならないでね、それはそれでいろいろ考えないといけないんで、病院行った結果ね、どうなるか全然わかんないんですけど、まずはやれることをやろうかなと思ってます。自分を律する以外がないんで、その辺が人より弱いのかなとは思うんですけど、しばらくは休みますね。お金なんですけど、1ヶ月ぐらいは持つと思うんですけど、それ以上は持たないと思うんで、その時は頭下げて親に借りようと思ってます。そのくらい本気で今の現状を変えるために、しっかりと休んで向き合おうかなっていう。そのね、休めなかったのは支払いがあるから休めない。まあ、今もだから休めないんですけど、そういう焦りがあって、自分の中にあるすぐ休んでしまう原因がわかんないですけど、そういうものと向き合えなかったんですよ。だからそこはもう一旦これ以上人に迷惑をかけるわけにはいかないんで、向き合おうかなと。でね、まあ、毎回なんかふざけてるのかって思うかもしれないですけど、僕は2ヶ月3ヶ月だいたいその真面目に通えるんですよ。その後に急にスイッチがオフになっちゃって、1日休んで2日休んで、で気まずくなってどんどん休んで、結果居場所なくなって辞めるっていうのを繰り返してるんですね。で、今までどの会社行っても言われるのが、真面目だから初め心配されるんですよ。で、来ればいいのにって。人当たりもね、全然コミュニケーションも取れてるから、精神的には問題ないと思うし、仕事も頑張ってるっていうのはね、どこ行っても言われるんですけど、だからもうちょっと肩の力抜いた方がいいんじゃないかとか言われることもあるんですけど、なかなかそれは100%仕事ってなったら真面目にやっちゃうんで、そういうのも原因なのかもしれないですけど、頑張りすぎちゃうのと愛想を良くしすぎちゃうっていうのがあって、まあ、社会人である以上ね、仕事はちゃんとやらんといかんかなと思っちゃうから、その分急に仕事に行くっていうハードルが高くなって休んじゃう。調べたらどうやらね、ネットの医療系のことを見るとそうみたいで、適当にもうちょっといい加減、いい意味でのいい加減にできると、仕事を適当に行けるわけですよ。だから仕事にまず行くっていうハードルが下がる。で、人間関係も適当にできると、そっちの方が実はうまくいくっていうことで、だから仕事自体の苦痛が下がるみたいなんですけど、真面目にやりすぎちゃうと、もうその8時間がすごい苦痛になってしまうんで、そこが、ただなんか真面目スイッチが入っちゃうんで、そこもうちょっとね、仕事中にスキップしながらとか、そのくらい適当にできたらいいんですけど、なかなか堅物になってしまいますんで、それが原因なのかなとも思って、その反動でね、酒が増えたりとか、私生活が乱れちゃうっていうのもあるからね、あんま真面目にやりすぎるのって良くないなとは思うんですけど、そんな感じですね。よくこんな話をするとね、お前は真面目じゃないみたいな、休みまくってるから真逆じゃねえか、バックレとかする人って言うんですけど、バックレする人って大体繊細な人が多いからと思って、いい加減でずうずうしかったら、普通に辞めたかったら直接言えますからね、会社にね。そういうの言えずに人目気にして自分の意見言えないからバックレちゃったりするわけで、あと突発的に休むとか、いい加減な人は仕事続きますよ、いい意味で。だからそっち側になりたいなと思ってるんです。まあいいや、そんなどうでもいいですけど、そんな感じです。また繰り返してますね。はい。肩の力抜いて、ゆっくり行こうと思います。バイバイ。